こんにちは、そっかじくのこです、まあ、お金を稼ぐ方法として、まあ、考えられるのは人が困っている時にその困ったことを解決してあげて困らない状態にしてあげることなのかなと思うんですよ、まあ、例えばお腹が痛いとか頭が痛いとかね病院に行きますよねでお医者さんは診察をして何らかの処方箋なり処置をしてお腹が痛い状態とか頭が痛くない痛い状態っていうのを解消してくれますよね、まあ、ですので そこに費用が発生すするっていう感じです人とトラブルで揉めた時こととがあると思いますこれも揉め事を自分で解釈できないから解決できないから専門家にお願いするということで弁護士さんに依頼してそして報酬を弁護士さんは受け取るという形ですね。でそう考えるとこの1年なり1年半困ってる人って増えたんじゃないですかねどうでしょうかね で困ってる人に手を差し伸べて解決してあげるとそこには謝礼が発生するということになると思いますもちろんお金を払いたいぐらい困ってることを解決すればですけどね例えば背中がかゆいんですって言って背中をかいてあげたら1000円もらえたって話はなかなか聞かないと思うんでねうん、まあ、ですんで払うに値するような、まあ、難題を解いてあげるってことですかねかきっとですね人の相談ごとになら誰でも乗ったことってあると思うんですよ その結果自分では決めれなかったことが決めれたりとかね進むべき方向が分かったりとか自分では見えにくいものが他者からは見えやすいってこともありますんでねそれに対してアドバイス料とかコンサル料というのが発生することもあると思います、まあ、ですんでね億万長者合宿のリレーをこうやってずっとやってきて私とか吉谷さんはこのリレーをやりながらリレーの動画からも収益を上げてますし その動画以外からも収益を上げてるわけなんですよつまり生きていて時が経てば入金が重ねていくって感じですよねなんでかっていうと結局人が困ってることを解決するからですよね中にはこうやってフリーの動画を見て一定の解決を見せる人もいますし無料でこれだけの内容をね 提供してくれるんだったら、有料はもっとすごいんだろうな、っていうような感じで、期待してくださって、まあ、お金をお支払いいただいて、別のコンテンツ買っていただいたりとかね、入塾っていう形を取って、えー、取らせていただいたりとか、あります。うん。だからね、結局、これがね、ビジネスモデルの全てなんですよ。私は、こういう人の、こんな問題は解決できますよ。ね。肥満の人を、まあ、あ肥満解消して、 ダイエットを成功させますよとかね転職、まあ、私任してくださいとか職業紹介しますよとかねモテたい人モテるようにしますよとかねいろいろありますよね人間生きてきてきっと誰かの役に立てたことってあると思うんですよじゃあそれをインターネット上で紹介してみたらどうかなっていうところなんですよね、うん、今まさに 暗号通貨っていう分野も出てきて暗号通貨の情報を知らない人に教えてあげるっていうそんなね情報商材もあったりするわけですよそれこそどっかからリップルとかビットコインの詳しく書いてある本を持ってきてねそれを読んで綺麗にまとめてサイト上にまとめるとか PDF ファイルにするっていうことで商品はできるわけなんですよであとは集客も同じです集客も 例えば暗号通貨なら暗号通貨の予備知識とかニュースとか出来事っていうのを毎日毎日放送していると視聴者さんから見るとあ,あこの人は暗号通貨のことを喋る人だっていうふうになるわけですよねだから暗号通貨のことでつまずいたら商談してみようかなっていうことになるわけなんですよでそこに費用が発生するって感じですよねだから四国単純なんで何がいいかっていうと私たちは無料で発信できる媒体を持ってるってことなんです ずっと商売が難しかったのは無料で発信できる媒体を持ってなかったってことなんですよね。ですので今は誰でも稼ぐチャンスがありますんで、えー、ぜひね、発信を始めていただいたらどうかなと思います。発信をして、自分の発信についてくる人がいれば、それはもうね、ビジネスは9割終わってます。あとはセールスするだけで商品は売れていくんでね。まあそういうことをコツコツやればいいんじゃないかなと思いますよね。吉田さんね。 うん、であとはやっぱり平和ボケって言ってますけども、うん、やっぱ戦場ですよ資本主義経済の中には順番が必ずつくんですよお金持ちもいればなかなかね生活保護かなんかこう所得の低い人もいて、うん、まあそういうふうに順番がついちゃうんですよねで皮肉にもなんでそういうふうになるかっていうと私たちは常に選んでるからなんですよ私たちがね 私たちが何かを選んでるってことは選ばないものを選んでるとも言えるんですよ。で選ばれなかったものは例えば閉店ととかか倒産とかになってくるわけですよねですので今度私たちが何か提供者になるときに選ばれるようにやっていかなくては選ばれない方に選ばれて終わっていくってことになりますよね。だから選ばせるためにはとにかく5人10人の人に自分の存在を知ってもらうよりも50人100人に知ってもらうこと。 知ってくれる人数が多ければ多いほど自分を選んでくれる人の出現する可能性は高まりますからねだからインターネットを使いましょうってうことを言ってるんですよね。うん、次はあなたの番です